中西さん、ちょっと出てきてください。話し合いましょう。いるんですよね、中西 YouTuber 始めたってよね。皆さんこんにちは、中西りなです。今回はですね、まあ私一人暮らし歴がねすごく長いんですけれども、一度だけ警察沙汰になったご近所トラブル事件っていうのがあったので、それをお知らせしたいと思います。それではスタート。結構天井が低かったんですね。で、天井が低いのってあんまり気にしてなかったので、天井低くてもいいやと思ってたんですけど、天井が低いことによって上の人の足音がめちゃくちゃするんですね。特に私の住んでたところは上が男性だったんですよ。女性よりもやっぱ足音が結構するんですよね。で、その方はかなり乱雑というか、ガタンガタン、それも深夜とかにも結構歩き出して、で、天井が高いとその分足音がそこまで響かないことがあるんですけど、やっぱ低いとね、足音が響くんですよ。結構私の中で気になってしまって、まあ、神経質な部分もあるのかもしれないんだけど、で、さらにね、その方はギターを弾く方だったんですよ。まずね、引っ越して1週間でギター音が深夜12時から深夜4時までね、弾き始めてたので、歌い出したの。さらにアコギだったんですよ。もうガン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 弾いてたんで、かなりうるさかったんですよ。不動産が管理物件のやつって、まあ、不動産屋さんが注意してくれるんですけど、それは不動産が管理物件じゃなかったので、全部大家さんに私は言わなきゃいけなかったんですよ。で、最初、まあ、大家さんに電話でそのことを伝えて、まあ、私が言ったってことは言わないでくださいっていう話で、で、おばあちゃんだったんですね、その大家さんが。言ってくれたんですけど、治らなかったんですよ。最終的に1年続きました。その都度何回も何回も大家さんに電話して、ほんと治らなくて、ちょっとノイローゼになってきましたみたいな。で、でも、なんか一時期本当にうるさすぎて、もうなんか天井近くに、なんか南無法蓮華経ってあるじゃん、そういうなんか唱えるやつ。あれを、なんか流したりとかして、本当にうるさいから、それでやまないかなみたいな、終わらないかなと思ってやったこともあったりとか。だけど結局無理で、で、まあ、これはいけなかったんだけど、私も、まあ、1回ウェットティッシュをこうやってポーンって上に投げてみたの。ギター音がした後にもうこの30マイルぐらいのウェットティッシュをポーンって投げたら、瞬間に上からガーンってされて、最終的にもう本当にちょっと無理なんで、その方が辞めないのであれば、その人ほんと追い出してほしいですみたいなことを言ったんですけど、まあ大家さんもおばあちゃんだし、ちょっとボケちゃってる方だったんで、全然ダメで、で、なんか、直してくれるって言ったしみたいな、イヤホンとかつけてもうギターするって本人は言ってるしみたいな。で、最終的にもなんかこうイヤホンしないで、その音が漏れた状態でギターを鳴らしてて、で、私ね、まあそのマジックショーとかで警察の方との知り合いがいらっしゃって、その方にこう相談したんですよ。そしたら、次ギター音が鳴ったらもう110番してください。まあ、終電で帰ってきたんで、まあ、深夜1時ぐらいに家に帰ってきた瞬間にまたギター音が鳴りまして、もう警察に110番して、私だってことは言わずに注意してほしいですって言って注意してもらったんですよ。深夜1時半に、まあ、警察の方帰るじゃないですか。帰った瞬間にその男性が下にうちんちに来てピンポン鳴らして、中西さん、ちょっと出てきてください、話し合いましょう、いるんですよね。結構30後半ぐらいのおじさんで、まあ私は出なかったんですけど、出たらもうさ、何されるかもわからないし、まあ話し合うも何も、いや、あなたのギターをやめれば終わる話だろうって話じゃないですか。もう本当にイライラしてたんで。でももう恐怖で、やっぱ女子一人、男性、それも30後半の中年のおじさんが、恐怖で震えが止まらなくなっちゃって、イエイ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 、わー、家にゴキブリが出てきて、超ブルー。ので、ちょっと私が一人暮らしで心がけてるポイントをお知らせしたいと思います。まずは、私はですね、不動産が管理物件のところしか住まないようにしてます。はい。これはですね、もう全部その不動産に大家さんが任せてますよ。ご近所トラブルにあったところは、大家さんが管理するっていう感じだったので、不動産管理物件だと、そのやっぱ不動産がその方に伝えてくれたりとか、最悪追い出してくれることも、まああるのかなわかんないんだけど、大家さんよりは、私の中で信頼があると思うので、不動産管理物件にしました。私はその不動産も見ますね。その対応してくれる店員さんをよく見てます。あ、ダメなのこの人って思ったらもう即辞めますね、そこの不動産は。今後、まあ長いお付き合いをしていくわけだから、まあ2年はさ、ね、お付き合いしていく
くわけだから、不動産が対応が悪かったりとか、そういうとこでね親身になってくれない方は私はもう即辞めます。そしてですね、やっぱ天井が高い家に住むようにして、なるべく足音を気にしないように、まあ可能だったら上の家、まあ最上階に住むのが一番いいんだけど、っていうことで今は結構快適に住めてて、本当に安らかに眠れる、安らかにすごいゆっくりリラックスしながら眠れて、だからこれからですね一人暮らしを始める方、そして引っ越される方はそういうのもね気にして引っ越した方が私的には快適な生活ライフが過ごせると思います。はい、ということでこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント欄にコメントお願いします。それでは明日も頑張りな、バイバーイ。